おはようございます。ハッピーチャンネルのかなです。本日は第2弾の野菜たちを作ろうということで、今回はスーパーで種を買ってきました。3種類、20日で早ければ取れるというと、30日、60日、楽しみでは、まず中にネットはもうあらかじめ引きました。で、次に土を下に植えます。はい、流してあげます。そして前に入れていた培養土というのを使います。培養土はもう肥料が入ってるので、一応肥料、野菜とかお花の肥料なんですけども、一番底の方にちょっと植えときます。根っこにあまり当たらないように、でその上にまた土を入れていきます。こんな感じで入れます。違います、入れます。で、今回はこのカラフルミックス、デトロイトとドロロサ、レッドパクチョイのベビーリーフっていうのが取れるらしくて、いわゆるレタスみたいなやつですね。これを植えます。バラバラにこれは撒いてもいいみたいなので、中身こんな感じ。なんか種がこのピンクのと他のミックスなんて分かりづらいかな。
この白っぽいやつと、ちっちゃい粒、3種類ちゃんと入ってました。白っぽいのと黒い粒と、この赤いやつ。じゃあこれ巻きます。残りはまた今度の機会のために置いておきます。で1個目はこんな感じ。忘れた、こっちちょっと策略があったんでさ、そしてもう一個、こっちですね。こっちには水菜と大葉です。ちょっと30日の方と60日の方があるんで、半分ずつくらいにします。同じ時期のやつにしてた。また水菜の種はこんな感じです。見えますかね、ちっちゃいつぶつぶです。でこれはこう長く間引きまたするんで、このくらいで2つに分けて種をまきたいと思います。全然どこにいたか分かんない感じですけど入れました。で今度はこっち、大葉。大葉ってめちゃめちゃできるらしいんで、ちょっと楽しみです。こちらの種もちょっと粉で、これもある程度芽が出てきたら間引いたりとかいろいろするので、とりあえずはちょっと間隔を空けて、置いておきたいと思います。全体的に植え入れたので、今度またこの培養土を入れたら抜けます。かけていきます。こんな感じですね。よいしょ。でこれで何日かしたら芽が出てくるんで、ちょっと楽しみにしておきます。はい。で水あげて、全体的に
みにしておきたいと思います。またメールが出てきたらご報告させてもらいますね。 ご視聴ありがとうございます。またグッドボタンもできれば。前回の植えたお野菜たち、どうなってるかちょっと楽しみですね。こんな感じで成長してます。前のちょっとだけできてたトマトもまだちょっと植えてきてるし、ピーマンちゃんもちょっと大きくなってるね。他もなんかちょっとできそうな雰囲気です。レタスも元気になってきてます。でこれも一緒に合わせて成長過程を送りたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。じゃあねー。